の2冊目の本が出たんです。普通と違うって聞いたんで、はい、どんな特徴があるんですか。90分で100単語を覚える暗記法、9個チェックボックスが右側にフレーズとフレーズの訳と僕からのコメント、自分のオリジナル単語帳みたいなのが、ね、そうなんです。そうだよ、始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、この並びでうちのチャンネルはすごい久しぶりですけども。そうですね、お久しぶりです。はい、今回は伊関 CEO においでいただきました。はい、武田塾イングリッシュで CEO してる伊関です。そうですね。あと、武田塾教務部英語科で働いております。複雑ですね。武田塾イングリッシュだと僕の上司で、武田塾英語科だと僕の部下なんですね。そうなんですよね。はい、複雑な関係ですね。はい、はい。そんな CEO がなんかすごいことやったらしいじゃないですか。そうなんですよ。今回ですね、僕の2冊目の本が出たんです。いつもお世話になっておりますので、はい、1冊プレゼントしたいなと思って持ってきました。ありがとうございます。はい、これですね。中森さんがシェイクスピアになってる。はい。すごいですね。絵がすごいコロコロコミックみたいなね、絵になってるんですけどね、伊関さんの顔が、はい。ちょっと普通と違うって聞いたんで、はい、ちょっとどんな特徴があるんですか。まず、これ何そう、僕がこうやってるっていう。そう、はい、僕の絵が中に入っているっていうのが一つ大きな特徴になってるんですけども、そしてですね、逆転英単語2000っていうタイトルから分かる通り、はい、逆転合格目指している人に向けて一つ書いてるっていうところあります。なるほどなるほど。じゃあなんで英単語なのかってなると思うんですけども、やっぱり僕自身も武田塾に入って90分で100単語を覚える暗記法あるじゃないですか、はいはいはい、あれを教えてもらったところから全てが始まったんですよ。なるほど。まあ、その暗記法を使って漢字を覚えたりとか古文単語を覚えたりとか世界史の知識を覚えたりとかしていったわけなんですよね。なんでその暗記法を説明するっていうところから始まってるのがこの単語帳ですね。まあ武田塾、やっぱりモットーにしていることが一冊を完璧にいいじゃないですか、うん、なんで完璧にしてもらいやすいレイアウトで作ってるんですけども、そのため一個一個の単語につきなんと9個チェックボックスが並んでいます。いやこんなのありえないでしょう。本当にもう、ね、野球のストラックアウトかって言ってましたからね。ちゃんとその使い方なんかも第一章のところに書いてありますんで、うん、まず勉強法ページでその使い方を見てもらってから進めていくっていう感じですね。この9個のやつはどう使うんですか。説明しちゃいます。はい、もう言っちゃってください。武田塾だとまずその日やるべき覚えるべき単語を全て最初にできるできないっていうのをテストしてみて判別するんですね、なるほど。なんでそこでスラッシュもしくは丸を書いていってもらうんですね、一語一訳入れたら丸、言えなかったらスラッシュをつけると。なんでそれでまず一つの欄潰れますよね、はい、でその最初の時点で丸になっていたんであれば多分その日たくさん勉強しなくても覚えてられるじゃないですか、なんでスラッシュがついたものだけを暗記していくっていうことですね。でスラッシュがついたものだけを、10個区切りとか、5個区切りでもいいんですけど小さいチャンクでこうまとめてもらってそれを覚えていくと。で具体的な覚え方なんかも解説してます。声出した方がいいよとか、はいはいはい、もしこういう場合は書いた方がいいよとか、あと黙読した方がいいよとか、あと目をそらしてからもう一回見た方がいいよとか、それを学びエイドっていう映像授業のサービスで見れるようになってるんですけど、はいはい、購入していただくとそれも見れるようになりますね。学びエイド講師に伊関さんがなってんですか。そうなんですよ。学びエイド講師にもなりました。その予備校講師たちの並びにいるんですね、伊関さんが。そうなんですよ。不思議ですよね、はい。一応武田塾授業をしない塾なんですけど、はい、学びエイドだったら先生になっていいよと言われたんで。そうなんだ。はい、学びエイドで講師として勉強法を教えてるみたいな感じですね。なるほど。それでチェックをつけた後にもう一度テストをするんですけども、テストをした時にまたスラッシュをつけるなり丸をつけるなり印をどんどん増やしていくわけなんですよね、なるほど。でできたら丸をつけると。なんで1日で必ず2マスは使うわけじゃないですか、でそこから50個とか100個とかこの区切りでもう一回復習テストしてねっていうのも決まってるんですけど、それをした時にもう一回丸つけたりスラッシュをつけたりしていくので、実は1日で多分5個ぐらいはマスを使うことになるんじゃないかなと思います。そうなんですね、それぐらいやっぱりやり込まないと短期記憶になってしまって忘れちゃうんで、長期記憶にしていくためには1日でもそれぐらいしっかり濃くやっていってほしいなっていうふうに考えてますね、はい。であとは英単語を勉強している人っていうのはこの段階では長文読めない人が多かったりすると思うんで、例文は入ってないんですよ。おー、そうなんですね。その代わりフレーズがついてるっていう感じですね、フレーズでどういうシーンで使われるかとかを把握してもらったりコロケーションを覚えてもらったりすればいいよと、長い例文読む必要ないよっていうふうになっています。なるほど、シスタンのミニマルフレーズ的なやつですね。そうなんです、実は僕自身がシスタンを使って勉強してたんですけども、シスタンをちょっとイメージしたような感じになって作ったんですけども、そうですね。そうするとターゲットのように並んでるけどシスタン要素も入ってるって
感じですね。そうなんですよね。これがちょっとイメージしにくい方も多いかもしれないですけど、左側に一語一訳で覚えやすいように単語と意味だけまとめてるんですよね。これは最初のページから最後まで通しでそういう風なレイアウトになってて、フレーズが同じページに載ってたりするじゃないですか、はいはい、他の参考書だと、はい、そうするとフレーズが目に入っちゃって、こういう文脈だからこういう意味じゃねみたいな、なるほど、予想できちゃうと、うんうん、そうできないようにしたかったんですよ、うんうんうん、なんで左側だけに英単語と日本語訳だけまとめて、で右側にフレーズとフレーズの訳と僕からのコメント&派生語はいはいはい、をつけているというレイアウトになってますね。さらに派生語の訳についても重要なものに関しては赤字になってまして、はいうんうんうん、赤シートで隠せるようになっています。なるほどなるほど。あ、僕見つけちゃいましたよ、はい、ボックスまだありますね。そうなんですよ。実はこの派生語とかチェックするときにチェックボックスが普通の参考書だとなかなかついてないんですよね。そうですね、普通はね見出し語だけですよね、はい、なんで一番右にも3マスチェックボックスが並んでいるという、はいレイアウトになっています。なので、まあ、僕のコメントを読んだらチェックするとか派生語チェックした時にチェックするとか、ちょっと右側の使い方はそこまで指定してないんですけど、まあ、自由に使っていただいてそこもチェックするっていうこともできますね。合計12マスってこと、ね、そういうことですね。はい、めちゃめちゃ覚えさせますね、はい、そしてもう一個やっぱすごい特徴的だなって思うのが、うん、空っぽの枠があるじゃないですか。そうなんですよ、これ結構いいと思うんですよね。これついてる参考書ないじゃないですか。単語入ってないですよ、はい、そう13語12語13語12語っていう風に進んでいくんですよね、はいはい、で 25×4 だから100語か、うんうんうん、っていう風に繰り返しでなってるんですけど、うんうん、なんで一マスそのままのレイアウトで空っぽにしてるのか。わあ、ミスじゃないですか。ミスじゃないんですよ。誤植ここにこう長文とか過去問とかじゃ解いていく中で出会う知らなかったなっていう英単語、作品引いてもらっても載ってなかったら書いていってほしいんですよ。なるほどなるほど、自分のオリジナル単語帳みたいになるわけですね。そうなんです、そうなんです。まあ今まで僕は結構ルーズリーフに書き込んだりとか、はい、あと自分で使ってた単語帳に書き込んだりしてたんですけど、やっぱ見ないんですよね、なかなか。まあ意識してるときは見るかもしれないんですけど、でも単語帳に関してはずっと繰り返し使うものだと思うので、そこに同じレイアウトで書き込めるっていうのはこれはもう復習しまくれますよね。なるほどなるほど、はい、なんでそういうふうに自分でこの参考書もさらに単語を付け足していけるというふうになっています。さらに多義語、後ろのセクションに実は、はい、最後の章が多義語になってるんですけども、多義語が83個ですね、載ってますので、まあ、多義語もね、やっぱり大学入試結構出てくるんで、はい、覚えておいてほしい多義語っていうのをまとめました。本当だ、すごい。多義語も1個ずつの意味に、また、はい、四角いキャラクターがいっぱいついてますけど。あ、そうなんですよ。意味ごとにチェックできるようになっていて、多義語は1単語につき4つとか3つとか意味があるんで、はい、チェックボックスの数は多分少し減ってますよね。はい、そうですね。はい、8つになってますね。はい、ちょっとでも1個だけ減ってますけど、はい、ただ意味ごとにあるんですね。そう、意味ごとにチェックボックスがついているので、3つ意味があるやつだったら24個チェックボックスがあると、そうですね、いう形になります。すごい、チェックボックスの鬼ですねこれは。はい、そうなんですよ。まあ、というふうにとにかく覚えやすいように工夫して作った単語帳でして、まあ、掲載されている単語に関しては普通にニットコマ線とか共通テストレベルっていう基礎的なところから、うん、Gマーチの対策のところは一番強く入れてるんですよね。そこのセクションが605ぐらいあって、うん、で統計とかもう本当に英語だと最難関のところに出るような単語が200語入ってるような感じですね、うんうん、音声はどうなってるんですか。で音声が歩くから今回出版させていただいたんですけど、はいはい、ブーコンっていうアプリでダウンロードして音声も全部聞くことができます、はい、一応4択のクイズもできるみたいですね。あ、クイズもあるんですね、はい、へえ、そうなんですよ。全部の単語でクイズもできるっていう、うんうん、あとはですね、ブーコからは武田塾で使っている暗記シート、それもダウンロードできます。全く同じものではないんですけど、歩くと一緒にデザインも考え直したものがあって、はいはい、それをダウンロードすることができますね。なるほど、はい、本当にもう踏んだり蹴ったり、違う、踏んだり蹴ったり、至れり尽くせりですね。はい、至れり尽くせりな参考書になっておりますので、はいはい、うん、いやもうすごくね苦労して作ってましたもんね。そうですね、忙しかったんで、もう仕事がいっぱいあるのにこれに使ってる時間が一番多かったですもんね。まあそうかもしれないですね。すごい状況。最後は徹夜しましたよ。あ、そうだったんですね、はい、もうこれはもう無理だってなって、この日に徹夜をしようという計画を立てて、徹夜の計画まで立てたんですね、はい、ちゃんとモンスターとかレッドブルとか飲みながら。全然おすすめしないですよ、ね、それだけ一生懸命やって、めちゃくちゃやって、お値段がなんと、お値段がなんとなんと1400円おプラス税、入れても1540円ですからね、はい、
はい、うん、ですね。裏返っちゃったから、ね、ちゃんと4日進んで2日戻るのね。そうですね、その暗記法を、ね、うん、ぜひ使ってもらって、まあ、まさにその25っていうのもね、区切りがいいですからね。そうなんですよ、13ずつやっていったら26でうまく区切れないですからね。そうなんですよね、4日進めば 25×4 で100になるっていうふうに、本当に考えました。勉強法を中心に作られているものですので、うん、ぜひこれですね、お手に取って皆さん使っていただければと思います。はい、ここは石さんにおいでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。森田先生、いつもお世話になっているということで、はい、誕生日おめでとうございます。あ、これ以外にもまだ、はい、あるんですよ。え、はい、ちょっと面白いんでちょっと開けてみてほしい。面白い、どういうことだ。お酒飲みます。まあまあまあ、はい、カメラマンも笑っちゃうかもしれない。何これ、西東京梅酒。そうなんです。いや、これちょっと開けてみてもらっていいですか、はい、西東京市のキャラクターであるあのイコイーナちゃんがね、誰乗ってるんで、もう皆さん西東京市にどんどん引っ越してきてほしいと思ってるんですけども、ステマそう、これ、いや、西東京市、最近は西東京市周辺のね、はい、グッズを集めたショップっていうのがあるんですけど、まあ、そこで買ったんですけど、イコイーナ全部のフォントが違うっていう。あ、そういうことなんですね。最初のやつ一個もフォント合ってないんですよ。なるほど。もうこれがね、西東京らしさを表してますよね。いただきました。この動画見る人とそうた受験生と大人っていうね。